安全第一第一マンストアオープン。キャラクターオリジナルタオルやキッズ大人用の T シャツまで豊富なラインナップ。詳しくは第一マン公式ストアを検索。第一の字は知るだよ。本日より社熱の第一に入社いたします、立谷すずと申します。あなた第三企画営業部ね。その第三企画営業部っていうのはどちらに？このビルにはないよ。第三っぽいのが入ってきたな。第三ってここのことですか？うん、あんまりいい意味では使われんけどな。俺は社熱の第一、第一企画営業部部長、中割力也。現場叩き上げで35歳の若さで部長の座に就いた。自分で言うのもなんだが、当社きってのエリート社員だ。次期社長とまで噂され、会社では順風満帆の俺だが、一つだけ気にかかることがある。第三、会社の足を引っ張るだけのこいつらになぜ社長が寛容なのかわからない。いいよいいよいいよ。特に第一武博、仕事はできないくせにみんなから好かれやがって。あんなのただの太鼓持ちだろ。もったいないのは玲子さん。かつては第一企画営業部のトップの成績だったのに、謎の異動で第三に飛ばされてしまった。会社のために俺の手でここ第三を潰さないといけない。野上、この番組は第一建設、チューブガス事業、強力総研、東洋コンクリート、朝日電気工事社ほかご覧のスポンサーの提供でお送りします。安全第一第一マンストアオープン。キャラクターオリジナルタオルやキッズ大人用の T シャツまで豊富なラインナップ。詳しくは第一マン公式ストアを検索。第一の字は知るだよ。ドド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 ド
変身ポーズはセキュリティのためよね。必殺技は何で必要なの？そこなんですよね。なんかいい口実ありませんかね。口実って言ってるやし。でも必殺技を叫ぶのは日本の特撮ヒーローを語る上で欠かせない様式美の最たるものですし。大ちゃん、そろそろ目的地よ。おう、おい、すず、帰ったら説教な。これは事務所に侵入者。あれは確か本社のリキア。なんでリキアがここに？ええ、どうすれば？すずちゃん、対応お願い。秘密って設定でいいんですよね。そう、ヒーローものによくあるパターンでしょ。あ、そうですね、確かにヒーローもの。早く行って。はい。何？すみません。大丈夫かな。激不安だけどしょうがない。すみません、何のご用でしょうか。おい、新次君、みんなは？みんな、うん、みんな、大ちゃんさんや玲子さんなら、お昼です。そう、お昼。お昼、早くない？早い。お二人は朝食を取らないタイプで、うん、いわゆる各家族が増えた現代に生きておるといいますか、まあ人よりも幾分お腹がすく。いや、下手くそすぎだろ。目的地真上よ。任務に集中して。ういーす。冷えてるな。今回のランドセーラーも複数か。めんどいな。新人、さっき奥から出てきたよな。何してた？何してた？雑務です。雑務。新人にはやっぱ雑務ですよね。この部屋何か？この部屋何か？倉庫です。そう、倉庫も楽しめるスペースっていうか、はい。わかってる。何の変哲もない、これぞ単なるジャストな倉庫です。中を見ても意味ないっすよ。いいからどけ。あら、リキアさん、お久しぶり。あ、どうも。ここに来るなんて珍しいわね。いや、ちょっと近くに寄ったもんで。倉庫、見ていきます？あ、大丈夫です。じゃあ僕、借りましょうね。そう。新人君、頑張るんだぞ。レイコ、聞こえるか？おい！
沈めたつもりが一人飛び乗ってきた。早く振り落として。できないわよ。やばい、落ちる。ちょっとお願いがあるんだけどさ、第三が入ってるビルの図面って手に入るかな。ちょっと調べたいことがあってさ。いける？あ、頼んだ。子供の頃、朝からヒーローものをよく見ていた。あの時は全て本当にあることだと思っていた。でも今ならわかる。そんなものは全て偽物だと。番組は第一建設他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。安全第一第一マンストアオープン。キャラクターオリジナルタオルやキッズ大人用の T シャツまで豊富なラインナップ。詳しくは第一マン公式ストアを検索。第一の字は汁だよ。